昨日ね撮った、あれなんですけど、ちょっとプラケで撮ったんでね、吉中があまり綺麗に映らなかったんで、ちょっともうちょっとしっかり見たいという声をいただいたんで、吉中の方を、水槽45センチ水槽に入れてちょっと撮ってみております。まあ、だいぶでかくなりましたよね。SS クラスということで、譲っていただいた吉中なんですが、まあこんな感じでね、対抗もそして今特に泳がせて、もともと船尾の金魚とね一緒に入れて泳がしていたんですけど、まあちょっと濃いと思うからね、もっとさらに水量が多いところで泳がした方がさらに良くなるんじゃないかということで、今はね外でバンバン泳がせて、餌も食わしている感じです。透明輪なんでね、やっぱエラが透けてて、やっぱ僕透明輪の方が好きなのかなっていう気がしますね。一応退職する可能性もゼロじゃないよっていう話はされていましたが、今のところ退職することなく、かなり綺麗に育っています。なんでね、まあ、このまま大きくなっていけるんじゃないかと。で、おそらく性別はメスですね。で、メス、オスの吉中はちょっとね、本当は欲しいところかなと思っているんですけど、まあ、僕はあんま増やさない可能性が高いんでね、まあまあ、こいつをちょっと綺麗に、飼い込んでいけたら、一番ベストなのかなとは思っています。なんでね、お気に入りの、金魚の一つである吉中、ずっと憧れていたんですけどね、ヤンキスさん、ね、アクアカポスさんのおかげで手に入れることができて、とてもいい姿を保ちながら満足して、ね、見させてもらっています。まあ、普段が船の中に入っちゃってるんで、なかなかこうやってあげないとね、自分自身の恨みしか見ないんでね、恨みだと、まあ、そこの色とあれで、まあ、あまり目立たないんですけど、水槽に入れるとやっぱりね、ビシッと入るなという感じです。今後もまたね、成長してさらに大きくしてい、きたいなと思っていますので、こちらもね、成長した姿をちょっとまた載せさせていただきますので、ぜひ、金魚の動画ね、これからもやっていきますのでご覧ください。ということで、今日はありがとうございました。